恋愛運がぐっと上がる生活習慣3選。皆さんの周りには恋愛が途切れることがなかったり、毎回深く愛されているような人いませんか？自分とは何が違うかというと、その人たちは私たちよりも恋愛運がいいからです。今からお伝えする恋愛運がぐっと上がる3つの方法を習慣化すれば、あなたも他人から見て羨ましがられるような存在になるかもしれません。まず1つ目、人のいいところを探す。電車に乗っている時でも、普段街中を歩いている時でも、常に人のいいところを探し続けてください。人のいいところを探す習慣をつければ、出会う相手に対する見方も変わってきます。2つ目、身だしなみを意識する。大事な予定がある日だけではなく、普段から清潔感のある身だしなみを意識していきましょう。最後の3つ目、これはモテる男女に一番共通して言える習慣です。それは何かというと、話しやすさを心がけることです。